衝撃、前世はファラオの愛人だった、愛に生きたオンムセプトは。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。輪廻転生の概念は、私たち日本人には馴染み深いものです。かといって本当に生まれ変わるのか、という実感は、湧かない方も多いのではないでしょうか。前世の記憶を持つと主張する人々は世界中にいますが、今回はその中でも興味深い事案の一つをご紹介します。不思議な人生。彼女の名前はドロシー・イーリ。その人柄は芸術家風でしたが、明るく快活、開放的なもので、ドロシーと会った人々は、ほとんどが皆その人柄に魅了されたほどだと言います。物語はドロシー・イーリが3歳の時に始まります。階段から転げ落ち、頭を強く打って意識を失ってしまったドロシー。医者が駆けつけた時は、ドロシーは間違いなく死亡状態と思われました。そこで、死亡診断書を書こうとして、医者が再び、遺体の安置されている部屋に戻ったところ、死んだと思われたドロシーは、息を吹き返し何事もなかったように無邪気にはしゃいでいたのです。ここからドロシーの不思議な人生が始まります。これをきっかけに、ドロシーは毎晩同じ夢を見るようになりました。その夢の中には、果実のなった樹木がたくさんある庭と、石の柱がたくさんある建物が頻繁に現れました。ドロシーは、ここが私の生まれたところだと信じ込むようになります。両親がイギリスのここがお前の家だと何度言っても否定しました。そして7歳になった時のこと、雑誌に掲載された古代エジプトの写真にセティ一世の神殿を見つけたドロシーは、毎晩、自分の見る夢に出てくる建物はこの神殿に間違いないと言い張ったのです。樹木のいっぱいある庭はどこで、どうして皆壊れてしまっているのかと親に質問を繰り返す始末。成長するにつれて、ドロシーは、自分が生前古代エジプト人だったという確信に取り憑かれるようになりました。エジプトへの移住。27歳になると、ドロシーは若いエジプト人の教員と出会い結婚しました。そして、ついに荷物をまとめてエジプトに移り住んでしまったのです。エジプトに住んでからも、近代的なカイロに住みたいという夫に対して、ドロシーはピラミッドの見える場所に住居を構えたいと主張。間もなく、夫妻には子供が生まれましたが、ドロシーは夫の意志に逆らって自分の息子にセティと名付けます。セティという名は紀元前1300年頃の第19王朝のファラオ、セティ一世にあやかったもの。結婚後、夫は、真夜中に起き上がるドロシーにしばしば眠りを中断させられるようになりました。ドロシーは、トランス状態になって、月明かりの中でひたすら紙面に何かを書き殴るありさまでした。ドロシーの書いたものはヒエログリフという古代エジプト文字で、生前における自分の体験を表しているというのです。ドロシーの奇怪な行動はその後、1年余りも続き、書き表した内容も、紙面にして70ページにも及びました。ドロシーの主張では、前世では14歳のベントレシュストという女神官だったと。ベントレシュストは、ふとしたことからセティ一世と恋に落ち、やがてベントレシュストは妊娠しましたが、それは純潔を守るはずの神官にとって、掟を破る重罪に相当するものでした。もし、自分が妊娠したことが発覚し審問にかけられれば、愛人であるセティ一世の立場を追い詰めることになる、と考えたベントレシュストは、セティ一世の名誉を守るために自害してしまいました。死んだベントレシュストを目の当たりにしたセティ一世は、決して忘れはしないと涙ぐみながら誓いました。この時すでにセティ一世には妻も子もいましたが、ベントレシュトだけを深く愛していたのかもしれません。重大な秘密。さて、
物語はここからますます不思議になります。実はドロシーは夫にも打ち明けられない。いや、打ち明ければおそらく結婚なんてしなかったであろう。重大な秘密を抱えていました。ドロシーが14歳の頃になると、実際、セティ星が毎夜、自分の枕元に訪れるようになりました。それ以来、魂と魂の逢瀬が始まります。それは何度も繰り返され、夫を持つ身になってもそれは続いたそうです。もちろん夫には言えません。つまり今の子供は現代の夫の精子と古代の王の魂の逢瀬で生まれてきたのです。もしかすると、古代の王の魂は息子の中にあるのかもしれません。彼女が言うには、やがては、神殿のあったアビュドスの地に戻って、今度こそ神官として義務を全うすれば、自分が死んだ時、すべての罪は忘れられて、今度こそセティ星と永遠に結ばれるそうです。念願のアビュドス。結婚から3年後、ついには夫と別居状態になったドロシー。息子を連れてギザの大ピラミッドの近くに移り住み、そこで、考古関係の助手をすることに、それから20年も発掘と記録の作業に明け暮れたのです。そして、長い年月の後、とうとう念願のアビュドスの地に落ち着いたドロシーは、セティ星の神殿の遺跡に向かうと、こう焚き一晩中過ごしました。ドロシーが20年間もアビュドスの地に来なかったのは、何かが自分を妨げていたからだそうです。アビュドスで神殿の壁面のレリーフを記録する仕事に就いたドロシーは、間もなくして、神殿の庭の位置を言い当てたのです。発掘してみると、切り株が多数見つかりました。それは、かつてここに庭があったことの証拠でした。その庭は、まさしくドロシーが幼少の時から夢に出てきた庭だったのです。ついにドロシーは自身が古代エジプトの巫女であることを証明したのです。その後も、ドロシーは神殿の北側で地中に走るトンネルも発見。それは、あたかも、神殿とその周辺の地理について非常に熟知しているとしか思えぬものでした。ドロシーはまた、神殿の地下には秘密の文書庫があり、ここにはいろいろな文書がたくさん詰まっていると言いました。もし、これが発見されたら、ツタンカーメンの発見以上の価値があるでしょう。しかし、残念なことに、巨大な神殿の地下に眠る秘密の文書庫の発見に乗り出す者はまだ現れていません。ドロシーはその後、1981年に77歳で亡くなるまで、アビュドスの地に25年間留まりました。このアビュドスのオシリス神殿やカルナックのアメン神殿多中室は、セティ星が中心となって作ったものです。少しでも近くにいたかったのかもしれません。周囲の人々はドロシーのことを敬愛の意味を込めて、オンムセティと呼びました。エジプト人の血が半分入った息子セティの母という意味です。しかし、ドロシーは多くの謎が解決される前に亡くなります。果たして、ドロシーの超自然的な直感力はどこから来たのか。また、アビュドスのことをかつてそこに住んでいた人間のように熟知していたのはなぜだったのか。そして、これは本当に天性によるものなのか。あるいは、ドロシーがただそう思い込んでいた夢に過ぎなかったのだろうか。今後、いつか、ドロシーの言ったようにセティ神殿の地下のどこからか、秘密の文書庫が発見される日が来れば、この問題に一つの回答を与えることになるでしょう。時を超えて王と出会い、そして魂の逢瀬を交わしたイギリス人女性。もしそれが真実ならば、なんとも深い愛情ですね。今回のお話はいかがでしたか？この動画、気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。